首のレントゲン見てくんない？俺の。何も言わずに。まずさ、みんなさ、首、頸椎、スペース、正常ってさ、調べてくんない？まず。俺がタバコ吸ってる間に、頸椎、スペース、正常で調べてて。いや、ストレートネックどころの騒ぎじゃない。俺のレントゲン今から見せるね。横向きの。これ、見えますか？説明しますね。今からお医者さんに言われたことを。首って普通、こういう向きで曲がってんのね。で、まっすぐでもないじゃん、俺。で、ここ見て。まず垂直に生えた後に、こうなってんじゃん。要は、首が、逆向きに折れてんのね。で、みんな、ここ見て。変形してない？反対に、じゃあ反対に反ってるわけじゃなくて、まっすぐ生えて、まずこっからぐにゃってなってんじゃん。で、言われたの。このレントゲン見て、あれ、加藤さん、アメフトやってましたか？って言われたの。アメフトやってたか、過去に大きい交通事故に遭いましたか？って言われて。じゃないと考えられない首の曲がり方してるって言われたの。これさ、整形外科の先生とかだったらわかるでしょ？普通こうなってるものが、垂直に入ってくの字がないこと折れてんだよ。ほんで、ここのトゲの先っぽが折れてるって言われたの。ほんで、ここ先っぽ見て、ここ。ここパキっていってます、っつって。で、結論から言うと、ぎっくり首、筋膜炎、ヘルニア。で、トリプルヤクマ。これヘルニアもありますよ。椎間板これあれしてますよ。すり減っちゃってますよ。でもそれ軽度だけどね。ほんで、痛み止め、なんか 普通、まあ、ロキソニンとか出されるのかなと思ったんだけど、なんかロキソニンじゃなくて、一番強い痛み止め出しますね。これでも麻薬みたいなもんなんで、あんまり飲まないでくださいって言われて。いや、先生、それ飲みたくないから、ひとまず一週間ロキソニン飲ましてっつって、今ロキソニンを、頓服じゃなくて、ムコソルジン。すっげえ強い薬ない？治るまでどれぐらいって言われた。でもそんな、もう可及的速やかにオペが必要とかそういうトラムセットが、なんか、可及的速やかに、そういう重大な、障害は起きないけど、とりあえず一週間ぐらいだったら多分痛み消えるから、もうとにかく、安静にしろって言われた。喋ってるだけでクソ痛い。うんこ今してたんだけど、うんこで気張ると、気張れなくて。で、さっきちょっと横になろうと思って、昨日痛くて寝れなかったから、横になろうと思って、寝てる時に、咳が出始めちゃって、痛えと思った、本当に。だからもう、あなたは、アメフトやってましたよねみたいな、衝撃系のスポーツ結構がっつりやってましたよねみたいな言われて。やってないっす。え？なんでこっち回ってんだ？でね、俺一個、思い当たる節があって、俺さ、こうやって深く座ってさ、頭に枕乗っけて、ずーっと同じ体勢にいるじゃん。要は、深く座って寝て、ここに枕置いて折れてるじゃん。で、それが多分10年、20年、たたって、こういう首になっちゃったんだ。もうその継続的な、ほんで、この前の部分が潰れて、ずーっと、要はずーっと圧迫されてるから、前の部分が潰れて、この第1に第4頸椎が変形して、加藤さん見てください、こうトゲ生えてますよって言われたの。治んない治んない。リプランに正常な画像あった？正常な画像、ここ 正常みんなこうだよ。で、ストレートネックこうだよ。俺、やばくない？こんな首の形俺初めて見たもん。んで、そこ今日行ったのがさ、女性専用整形外科みたいなとこ行っちゃって間違って。
周りみんなお姉さんとおばあちゃんがいて、俺が一人だけ、しかも一回さ、深く座っちゃって立ち上がれなくなってて、痛い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 と言って、そのさ、おばあちゃんたちがさ、こうやって肩貸してくれて、大男に。で、なんとか言ってさ、診察室お入りくださいって言われて、これでエスコートされて入ってって、先生、座れないで立ちながら聞いていいですかつって。だって、もうそこしか空いてなかったんだもん。ほんでさ、俺もう上見上げらんないからこうやって。で、そこが8階にあったのね。だからさ、タクシーで行って、ここですよって言われて、あ、ここかつってビルがいっぱい並んでてさ、え、どこだつってこうやって、立ち上、上見れねえから、わざわざこうやって離れて、確認してこうやって。上見れねえのってさ、もうわかんないからさ、8階がどこか。わざわざこうやって20メートルぐらい離れてこうやって見て、角度つけてこうやって見て、ちょっと医者ちょっと教えてくんね。あ、そう、これ、正常な首はこう湾曲してて、ストレートネックはこうまっすぐなのね。俺こっちだよ。ストレートネック超越してない？これ以外悪い首だよ。で、だから安倍晋之助とか、あの、アメフトで、選手生命の危機の人と同じ首してるって言われて。だから、アメフトやめなさいって言われて、俺アメフトできねえよ、もう。アメフト NG で。これ以上やったら折れちゃうんで、首。もう、ファールチップあと1回で俺死ぬかもしれないから。やっぱ俺の、唯一のアイデンティティである、アメリカンフットボール、スーパーボールに出ることだけを夢見て配信続けてきたけど、できません、アメフト。ほんで、自分の頭をこうやって自分で持って、こうやってうんこするときも、もうこうやって俺うんこしてんだよ、今。首が動いたら痛いから、俺うんこするときこうやってうんこしてんだよ、今。横になれないの。右下のトゲなんなの。だから、もともと、こういった形の頸椎が、ずーっと、ここ圧迫されて、ブニューって変形して、行ったんじゃない？こうやって。で、長期間かけて、くしゃみなんてしたら死ねる。なんか、よだれがさ、肺にちょっと入っちゃってさ、で、寝ながらやろうと思ったらできなくて。なんでそんな首になったの？だから俺が、これみんなもマジで気をつけなきゃいけないんだけど、寝た、深いソファーに、腰で座って、こうやって、背中ぴったりくっつけずに腰で座って、テレビとかスマホを見るために頭に枕を乗せるっていう体勢を、俺20年ずっと取ってたのね。それで多分、じっくりじっくり骨が変形してったんだと思う。仙骨座りっていうの。いや、ヘルニアなってるって言われた。もう椎間板がすり減って飛び出しかけてるって。でもさっきオナにしてみたの。そしたらさ、出たはいいものさ、処理、俺下見れないから今。処理の仕方がわかんなくて。こうやって。もう限界で我慢の。だから、生命の危機にさ、人間と陥るとさ、子孫を残さなきゃなるじゃん。ね、この辺にこぼしても見えねえし。なんか、チョコレートついてんじゃないかな、今。この辺にさっきチョコこぼしたんだけど、取れなくてさ、このチョコが見えなくてこうやって、こうやってビシャビシャビシャって拭いたの。チョコついてない？取れないから。うんこもできない。うんこしたら気張れないから。力入れられないから。トイレに、もううんこしたいってなったら、トイレに座って、自然とうんこが漏れるのを待つのね、こうやって。俺だからさ、配信開始するまで時間かかったでしょ。あれ、俺うんこ漏らしてたんだよ、トイレで。トイレに座って、踏ん張ることできないから、うんこが漏れるのを待ってたの。で、うんこが漏れて、しかも出し切れないのね。そう、砂時計みたいに、ボボボボボボみたいな。ほんで、今さ、ウォシュレットないからそこで拭いて、なんかまだうんこ残ってんのにと思いながら拭いて、座って、で、今しかもさ、深く腰掛けたからもう一人起きれないのね、これ。向こうの人工肛門俺が取り替えるって言ってたけど、その逆もまたしかりじゃん。あいつ俺の人工肛門取り替えなきゃいけないわ。向こうが。俺も取り替えるよって言ってたから、あいつも取り替えてくれるよね。人工肛門。人工肛門するしかないじゃん、もう。うんこできないんだから。いや、マジで、介護ベッドじゃないと。介護ベッドの、俺なんかどっかに一個一台寄付するわ。
こういった経験は世に役に立てなきゃいけないから、俺どっかの施設に介護ベッド1台寄付します。肩にヒビが入った時もアメフトやってる時言われたら違う。YouTube やってるんですよ、つって、その時太っててガタイめっちゃ良かったから、あ、格闘系の YouTuber ですよねって言われて、多分そのせいですよって言われて、否定するのめんどくさかったから、はいって言ってた。格闘系の朝倉未来とかのあれですよね、類ですよね。はい。当たり前じゃないですか。で、今回はアメフトやってます。アメフト、ラグビー、交通事故、そういうなんか衝撃系のスポーツ、やってますよね。はい。はい。キャッチャーやってました、つった。キャッチャーのファールチップがいけなかったんですね。恥ずかしいじゃん。いや、寝っ転がって、携帯触ってる時間が一人長いだけですよ。ヨシキはまださ、いいじゃん。かっこいいじゃん、ちょっと。ヘッドバンキングしすぎちゃって、とか。俺、家でゴロゴロしすぎちゃって首言わしたんだよ。そんなことある？人より家でゴロゴロする時間が長くてこうなったんだよ。医者はなんか言ってくれなかったのか。とりあえず安静に一回しましょうって。で、また一週間後、今後のこと話しましょうって言ってた。俺、トミー・ジョンするしかねえよ。ダルに肘の靭帯あげるからさ、ダルの頚椎もらわなきゃいけないかもしれない、代わりに。ちなみに、ダルも頚椎で悩んでる。じゃあ一緒に直そう。なんで二日前に行かなかったんだよ。二日前に行ったら痛み止め飲んでさ、安静にしてさ、ほんな首が痛い中さ、24時間とか配信せずにさ、ゆっくりしてればさ、もう絶対今こんなに悪化してねえよ。俺寝違えだろ、寝違えだろと思ってたのは、俺に限ってそんなことありえねえだろうって。で、昨日の段階でもさ、病院行っときゃよかったんだよ。寝違えが悪化しちゃったって、寝違えが悪化することねえだろ、冷静に考えたら。女性専用整形外科どうやって予約したの？さっちゃんが間違って、もう、テンパるじゃん。で、うちから一番近いとこ、もう今すぐ、一番近くて一番早いとこ連絡してって言って、電話してすいません、ちょっと、首痛いんですけど、つって 予約して行ったら、しかも名前は言わないけど、重くそ女性の名前なのね。思いっきり女の子専用っぽい名前なの。思いっきり。な、そう、レディースクリニックみたいなさ。でもさ、もう見てもらうしかないじゃん。とりあえずでもちょっと、一回レントゲンだけ撮ってもらっていいですか？でもわかんないじゃん。こんな多様性の時代だからこいつ心は女なんじゃねえかみたいな。心なしか俺なんか足をだからこうやってさ、ちょっと斜めにこうやって座ってたもん、こうやって。足開かずに、閉じて斜めに、この美しい座り方してたよ、俺こうやって。待合室でこうやって。ちょっとでもカモフラージュしなきゃと思って。心は女の子ですわよって気持ちで言ってた。女のふりだったら配給読め。確かに。キングダムよ、キングダムは確かに。そうだ、確かに配給とか黒子のバスケ読んどきゃよかった。重くそ一番、キングダムの68巻から9巻にかけてずっと読んでて。くそ面白えじゃん。首こんな痛いのに。めちゃくちゃおもろいやんって。黒羊とか青のエクソシストとか読めばよかった。すごいスピード出した車で事故を起こしたことありませんか？とかさ。ねえよ。法定速度ギリギリ守ってるぐらい。逆の意味でギリギリ法定速度守ってるのよ、俺。昔やっぱラグビー選手とかアメフト選手をバカにした報いかな、これが。アメフトの呪いかな。だから奇跡のバランスで生きてたんだろうね。くの字になってるところの、首はくの字になってて頭がこうやって、ねえ、後屈して乗ってたんだろうね。で、そのバランスが、ピンってスカイのフラッシュでさ、ピンって崩れてさ、バキって壊れたんだろうな。針の上、もう、細いさ、ロープの上をさ、やじろべえがこうやって歩いてるような状態で生きてて、そう、スカイのフラッシュで転げ落ちたんだろうな。痛い痛い痛い。転げ落ちたんだろうな。ダムが決壊したんだと思う。マジで今日の朝から動けなかったもん、俺。ちょ、クリップ見せてくんね。俺がスカイのフラッシュ避けた時のクリップ、お願い。決定的瞬間をちょっとみんな、一回見てくんない？俺の首が終わった瞬間、ちゃんと配信に映ってるんですよ。俺が首を言わすし、みんな見てくれ。うわ。
なんでそれ避けれんだよ、だから超まだ元気そう。うますぎるだろう。シェリフル持っていきますが、人数をかけて潰していきました。見てて、ファブゲームズ逆転3対2、これでも人間が出ないんだよ。絶対無理じゃん。そんな動きしたら死んじゃう。今それやったら死んじゃう。だってさ、俺この時の心情覚えてんだけど、あのさ、もうこの時すでに首が痛かったから、ちゃんと体ごと言ってない、こうやって。普通だったらさ、俺さ、キングダムのさ、モノマネ見ていてさ、首から行くじゃん。もうこの時俺首痛かったのね。で、体で言ってんじゃん、こうやって。ロボットダンスみたいに言ってんじゃん。今ので俺ちょっと腰言わしてるんだけど。そう、だから、この時点で俺の体悲鳴上げてたの。でもよかった、ちょっとさ、あのさ、レディースクリニックだけどさ、マジで見てくれて助かったわ。だって近くに医者なくてさ、ほんでさ、整形外科のクリニックなんてさ、予約取れないから、当日。たまたまそこの12時の枠だけ空いてて、先生がさ、ま、いいよ、見てあげるよって見てくれたからさ、あれ、女神よ、整形外科。だけど、オンラインで、問診してから来てください。楽なんで、その方が早くできるんで、って言われて、問診してたら明らかに、なんかそのホームページ行ったら月経とか、なんかスキンケアとかそういうのばっかりだって、えと思ったの、最初見た時。月経ってなったの、痛い、首痛い。え、あと月経は首に悪いからあんまり発生すんだよ。月経、何この月経のホームページって。あんまり整形外科でさ、月経のこと聞かれないじゃん。でも、誰よりも、誰よりもそこにいる、70歳、80歳とかのおばあちゃんたちより誰よりも予防悪いっすよ、俺はこうやって。予防、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 みたいな。だから、周りの人たちも、特に咎めなかった、俺を。あ、こいつマジで今やばそうだなって。かわいそうな目で見られてたから、俺。すっごい、本当にね、これ立ち上がれないのね、今。こうやって立ち上がって、予防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 って歩いてたから。いや、だから明日大石さんにもう車椅子押してもらうしかないでしょ。俺だって歩くの辛いんだから、こうやって。車椅子用意してもらうしかないでしょ。ほんで、首から上だけ、ねえ、ちょっと何言ってんですかって、そっち向けないから、俺。いや、でもしばらくマジで体を動かす系は、やめなさいって言われた。職業何ですかって言われたら自営業ですって言ってた。体、でも体を動かす機会もあります。時には、アイスホッケーもしますって言った。嘘つきたくなかったから、時としてアイスホッケーをする機会がある自営業ですって言った。で、長時間座ってることありますかって言われたから、2日前に30時間連続で座ってネットしたことがあって、つって、あーって言ってた。こいつ何の人なんだろう。あーって言ってた。勝手にサインとかが、ね、やばいかな。なんか、骨折したやつがさ、ここにさ、サインもらうのとか、借り物なんだけど。大石さんとかにサインもらおうかな。寄せ書きみたいな感じでさ、これ買い取りたいんだけど。いつかなるじゃん。これ買い取れませんかって。デコっちゃおっかな。ヨシキのコルセット見てみろ、オッケー。超かっけえ、ヨシキのコルセット。ちょっと待って、俺もヨシキのコルセットがいいって、なにこれ!めちゃくちゃハイテクノロジーじゃん!俺もこれがいい。俺もこれがいい。あとそう、確かにここのスペース邪魔だからさ、誰か、どこかの企業さん、ここに、広告出しませんか?せっかくなんで。今目立ちますよ。どっかの企業、ない?買い取らない?ここ一週間。レッドブルとか。ボルトルームとかさ、CR とか。ちょ、マジで買い取ってくんね、ここのスペース。ガレリアとかさ。不毛布のお店とか。今ここ一番目立ちますよ。ナッシュとか。ライフガードとか。このままじゃ X スプリットになるけど。いや、ちょ、やっぱ、ねえ、その緊急用だから、あんまり、首を痛めた瞬間のクリップこれだぞ。いや、見たよ、さっき。いや難しいこの口合い。あれ
うわー2回目か、この時も痛かったんだよ。しかも正面向いてたやつも避けてたらしいじゃんって今。意味がわからん。あ、まあ痛そう。人間にできない。それや。これ人間にできない動きしちゃダメ。それだわ。完全にもう見てるだけで。見てるだけ聞いて、首痛い首痛いって言っててもさ、配信、長時間の配信と、もう今、で、今さ、俺、あんま痛くなさそうじゃない喋ってても。やっぱ配信中って、さっき電話してたんだけど、ちょっといろいろ予定があって。電話してる時もあんま痛くなかったの。で、終わった瞬間、その、歪みが一気に来るのね。だからもうアドレナリンが出てたり、他のもので集中してるから。で、楽なんだよ。配信してる時とか電話してる時めっちゃ楽なのね。終わった後の、反動が、気紛れてるからさ、今もうフラッシュなんか避けれない。今振り向き99メートルだから、フラッシュくるじゃん。こっち避けなきゃいけない。こうやって。こっち避けなきゃいけないから頑張って。すごい手を動かして。すごい振り向き長いから、今。ごと行かなきゃいけないからさ。老戦士なんだよ。今。